い、こんにちは、こんばんは、白銀のアドです。今から霧雨の降る森パート5やっていきたいと思います。撮るのが久しぶりです。どれぐらい前だろう。すごい前な気がする。すごい、多分2週間ぐらい空いてるね。やっていきましょうか。ちょっと走り方がわかんない今。あと、もしかしたらちょっとあれ、なんか声がこもってる感じになってるかもしれませんが、その時はちょっと後で調整しますんで、このパート分だけはすいませんってことになります。あと、ゲーム PC にしたので、なんかいろいろと誤作動があるかもしれませんが、その時はご了承お願いします。すいません。はい、じゃあやっていきましょう。なんで井戸の中にこんな場所があるんだ。さあ、森の奥には牢獄みたいなところもありましたけど、私たちそこでお化けみたいなのに襲われたんです。確か小鳥お化けっていうの。この村に来てからそんな話を聞いたことがあるような気がする。何にせよ早く佐久間を助けてこの森を出よう。だそうです。あ、これ誰持っていく。あ、固定されてるんだ。壁に縄で固定されてるらしいですね。じゃあどっかに、あー、なんかちょっとグワングワンするかも。行っていけ。いいの？いいの？いいの？あ、びっくりした。ん？そういえば、菅くん見てないか。菅さんですか？いえ、私は菅さんに言わず勝手に出てきたのに。そうか、あいつも外に探しに行ったみたいでね。もしかすると森にいるかもしれない。もし森にいるんなら菅さんは大丈夫だろうか。大丈夫でしょう。まあ、とにかく。ネックレスくれ。ああ、血が。血が。大丈夫か？なんだこりゃ。すごい、しっかりしろ。なんで危ないんだ。本当にこれが岩？え？何これ？わかんないよ。こんな難しい感じ出さないで。お、語学力ないのがバレる。まるで石みたいだ。佐久間ちゃん。おい、佐久間、おい、助けに来たぞ、しっかりしろ。お姉さんと望月巡査、怖いの変えられない。もう大丈夫、助けに来たよ。ありがとう、気を失ったぞ。ほら。気合いで。二人でやるのなんとかなる。ダメだ、どう、外れない、どうして。このままじゃ。望月巡査、君は下がってる。お、銃か。おお、当たったわ。ごめん。どうして傷一つつかないんだ。そんな。菅さん。菅さん。睨みつけている。菅くん、君が怒っているのはわかるが、今は先に佐久間を助けたい。協力してくれないか。仕方ないですね。お？佐久間ちゃん。だからこの字出さないで。それ、モニターだと聞いていたが。いや、その話は、手が助かった。お、これで帰ろう。佐久間は俺が運ぶ。君たちも戻るぞ。お？帰ろう。じゃあ行くか。ノイズ？え？なになに？約束。まだ果たしてない。渡せ。お前の命渡せ。なにこれ。どうした？あ、やばい。これ音量負けてるかもしれないぞ。まあいいか。あ、先に行ってください。ノイズが、声が。あー、嫌だ。は？意味わからん。ゲームオーバー？あ、ではないっぽいね。これが一応合ってるっぽいね。うん。ここは？ここはどこ？みんなは私はどうして？セーブしましょう。なんだ、ここかな？キラーン。
なになに？え？なにこれ？あ、動ける。あ、あれ？しおりになってる。これ昔のしおり全然違うじゃん、今のと。あの男の子、村で一番仲良し、とってもおてんば。あの子おとなしい子だから乱暴しなかしちゃダメよ。それと森には決して入っちゃいけませんからね。はあ、来たよ、さん遊んでらっしゃい。うわ、遊ぼうぜ。まるまるくん、今日は何したら戦いごっこする？なんか怖いな。ちょっとだけ音量上げます。ちょっとだけ。あー、けどこれのせいでもしかしたらなんかあれこもったりとかするかもしれないけど、まあ大丈夫か。こもった時はすいません、謝ります。お花摘みに行って戦いごっこしに行くと。うん、しーちゃん、しーちゃん、なになに、これは昔の記憶かな、記憶かなんかだろうね。今の私の記憶？若い頃のお母さんと話して知らない男の子と遊んでた。それにあの場所は使用感、私そんな覚えないのに。おお、これは全部の履歴を見ていくって感じかな。いやー、それにしても暑いっすね、この頃。やっぱ夏って暑いですよ。遅いな、今日も約束遊びし、約束、かな。弱虫行けって言ってたの。泣いてないで、なんか喋れよ。もしかして、画面がちょっと。お前、幽霊みたいに気持ち悪いのに森に行くのが怖いのかよ。弱虫、泣き虫。カカナゴ、もしかしたらお前の母ちゃんは森にいるかもしれないんだぞ。そうだそうだ、小鳥お化けは本当にお母さんなんだってよ。お母さんになりたくて子供をたくさん探してるんだって。お前の母ちゃんになってくれるかもしれないぞ。でねね。ああ、また泣いてら。なんだよ、神崎、またお前かよ。いら。このやつらほっといて、早く行って遊ぼう。おい、待てよ、勝手に帰んな。なんで？お前、いつも邪魔しやがって、生意気だぞ。こんな暗いやつと遊んでなんて、お前も頭おかしいんじゃないか。喋んねえし、カカナゴだし。え、カカナシゴだったね。カカナゴじゃない、カカナシゴ。多分お母さんがいないってことかな。だし、こういうやつはいるだけで気持ち悪いんだよ。とか。ひどいこと言わないでよ。あんたたちより、くんの方がずっとずっといい子だもん。畜生、やりやがったな。殴り合いましたぞ。どういうことだ。いてて分かったよ。もう知らねえよ。すげえ。すげえ、神崎ちゃん。え、喋れんの？ごめんね。ごめん。え、ごめん。ごめんね。大丈夫。くんは本当に泣き虫。あいつらの言った通りだ。僕はごめん。でもそれよりしーちゃん怪我したらいけないからお家に帰ろう。やだ。だってくんまだ泣いてるもん。私が泣かしたって思われるよ。くんの泣き虫わかんないんだね、まだ名前が。でもね、暗いとか気持ち悪いとかそんな全然思わないよ。くんは優しいし、ちょっとくらい変でもそこが面白くて私は好きだよ。どんなに悪い人がいても私が守ってあげるから。だからさ、もう泣かないでよ。今日喋らないって言ってたよね。喋らないってことはあれなのかな、菅さんなのかな。もうどうして泣くの。怖い色が変えれない自分。怖い色変えたよね、ほんと。ピキーン。カッコってことは次右か左か。あ、左か。なぜなら、あの男の子を私はよく知っている気がする。泣き虫であんまり喋らなくて、でも優しくてちょっと変で。それに小鳥お化けの話をしていたから、やっぱりあそこは、あざかわ村なんだ。どうしてこんなに私の知らない思い出があるのだろう。セーブしましょう。怖いからね。よし、あれ？あー。え、どうやって行くんだろう。
やって行くんだ。ちょっと待って。あ、行けた行けた。あれ？普通に行けたわ。さあ、何ですか次は。はい。おじいちゃん、しおりまた奥の部屋の鍵貼って持ち出しよって。ごめんなさい、でもどうして入っちゃいけないの？それはお前が、お前さんが子供だからだ。あそこは小鳥お化けに通じとる。決して子供が入っちゃならん。小鳥お化けにどうしてそんなに部屋、そんな部屋があるの？それはな、しおり、この部屋は、おがみさんといわ、おがみさんの家と呼ばれるからだ。森から何も入ってこないように代々見張っておるんだ。おがみ様ってあの絵本の？じゃあおじいちゃんもそうなの？村の人からそう呼ばれておるよ。ちなみにお前のお父さんもだ。なんと。ふん、だから、ま、お祭りの時はいつも変なお祈りをしてるんだね。じゃあ私の部屋、私が奥の部屋に行ってもやっつけてくれるか平気じゃないの？こちらこちら。お父さん。なんだしおり、また怒られてるのか。もうキャラ出すぎ。ねえ、お父さんもおじいちゃんも小鳥お化けをやっつけられるの？小鳥お化けは？奥の部屋に入ってはダメだと説明してんぐだかな。しおり、それはちょっと難しい話だな。おい、ケンジ。父さん、実はそうじゃないか。しおりに変な安心をさせるわけにもいかないよ。それね、それに俺はね、自分のこの立場を好ん、強いていないんだ。父さんも知ってるだろ。ああ、全くお前ってや、お前、全くお前は、なんかいろいろと作ってるぞ。小鳥お化けは実際におるんだぞ。それは、分かってるよ。しおり、もしも小鳥お化けに会ってしまったら、約束をしてしまったら、小鳥お化けは子供が約束を覚えてる限り、いつまでもいつまでも呼びかけ、追いかけてくる。子供が約束を忘れてしまっても、その約束を思い出させてさらわせてしまう、さらってしまうか。お前がそうなったら全力で守るけど、父さんもじいちゃんも小鳥お化けはやっつけられない。だから子供のうち決して奥の部屋にも、森にも、森の中にも入ってはいけないんだ。うん、わかった。ただん。よし、いいから。さあ、しおりも今日もあの子と遊ぶんだろ。もうそろそろ来る頃じゃないか。ただ、今日はしばらく雨らしいからな。雨の日は特に森のそばに寄ってはいけないよ。ちゃんと家の中で遊ぶんだよ。うん。だからね、森に入っちゃいけないんだって。あ、分かった分かった。ダメだよ。うん。あの、じゃあしーちゃんもいつかおがみさんになる？うん、私は女の子だからな、多分ならないんじゃないかな。それより大人になったらもっと楽しいお仕事がしたいな。僕は、ここにある夜光石みたいなのを作れる人になりたい。わあ、いいね。アクセサリーとかも作るの？うん。くんは綺麗なのが、綺麗なものが好きだもんね。それに夜光石はお守りにもなるからきっと素敵だね。やばい、噛みすぎてるぞ。やばいな。今頃気づく、噛みすぎてる。うん。ふあ？さ、くん、君に連絡があったんだ。急ぎの連絡だから帰りなさい。車で送って行ってあげるから早くおいで。どうしたのお父さん。しおりはまだいいが家にいなさい。どういう意味？しおり、あのね、くんのお父さんね、あの日仕事の帰りに土砂崩れにあったの。村の人たちで助けに行ったんだけど、土砂に掘り起こすのに時間がかかって、そのまま。マジで？マジか、死んじゃったけか。なぜだ。いろいろ建物がパンクしそう。てん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 。ああ、そうだ。あの日のことも、あの男のことも、あの家のことも私は知っている。これは本当に私の記憶だ。私が浅川村のあの家で生まれ育ったんだ。どうして？でも、どうしては、うん、どうしては、うん、なぜ忘れてたのか。うん。大事なことだけが思い出せない。これで終わりかな、今回のパートは。よし。
じゃあ君はここに残ってあの子を探すんだな。でん俺は佐久間を連れていく。先に連れていく。このまま森にうろつくわけにはいかない。しばらく探しても見つからないなら君だけでも必ず帰ってくるように。佐久間が大丈夫なようなら私、俺も後で資料館に行くよ。あ、菅さんを使用できる。じゃあ霧が一緒ここら辺でもらおうかな。ちょっと待ってね、セーブどうなるの。あー、こんな感じなんだ。オッケー。はい、ということで今回はここで終わりになります。はい、それでは、最後まで見てくれた皆さん、ご視聴ありがとうございました。最後まで見てくださりありがとうございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。パソコンで見ている方は画面左上をクリック、スマートフォン、携帯電話の方は画面下の登録ボタンか説明文のリンクからお願いします。各動画の再生リストは左下をクリックしてください。右下のアイコンを押すと僕のチャンネルのトップへ行きます。それではまたのご視聴をお待ちしております。